ちは、褒めまくりです。皆さんお元気にお過ごしでしょうか。さてさて、日本でもインドの山奥祭りになるかもしれない様相になってきましたよね。先手先手と自称する天才菅野首相ですが、インドからの入国者をどうするのか、禁止にするという、頭は外国人大好きな天才菅野首相にはない言葉だと思うので、水際強化検討を始めるようです。素晴らしいですよね。本当に素敵だと思います。朗報そのものです。検討を今から始めるようです。笑い。1年以上前に武漢の野郎が発生して、今まで何も考えてこなかったという素晴らしい予想能力ですよね。簡単に収まると思っていたのでしょう。笑い。それにもうインドの戦闘が始まっちゃっているのにどうするのか、これから検討を始めるみたいです。今まで何をやっていたんでしょうか。天才菅野首相様ですから、一生懸命考えていたんだと思います。さすが先手先手必勝の菅野首相です。笑い。ところで、最近の日本語って先手先手の意味って後手後手って意味に変わったんですかね。笑い。これからも先手先手の菅野首相様です。応援していきましょう。冗談です。褒めまくりです。さて、今日はスコットランドと維新と半島についてうだうだを話したいと思います。題して、英国スコットランド、また独立住民投票やる気なの？しつこくない？です。それでは早速行ってみましょう。まずはこの動画を制作している時点でスコットランドの選挙結果は出ておりません。本来だったら勝ち負けが判明してから作ろうかなと思っていたのですが、勝っても負けてもこの運動がなくなることはないと思うので、勝敗を抜きに動画を制作したいと思います。皆さん、またまた英国で政治的な地震が起こるかもしれません。地震で収まるのか大地震になるのかはまだわかりません。しかし正直な印象としては、しつこいなという印象です。大阪の維新の都構想のしつこさと半島のしつこさがダブってしまいました。笑い。似てませんか。うんざりですよね。笑い。あ、ちなみに半島とは知床半島でもインドシナ半島でもフロリダ半島でもありません。笑い。報道によると、英北部スコットランドで6日議会選挙定数129の投票が行われた。自治政府与党で英国からの独立を掲げる地域政党スコットランド民族党 SNP が議席の過半数を獲得できるかが焦点です。独立運動を主導するスコットランド民族党 SNP のスタージョン党首自治政府首相は、英国が昨年12月末に EU を完全に離脱した際、ツイッターで熱烈なラブコールを送った。英国から独立した暁には EU に再加盟する考えだ。さてさて、結果がまだ出ていないので何とも言えませんが、このしつこさは本物ですよね。多分勝っても負けてもこのしつこさを捨てることはないでしょう。負けたとしてもしつこく独立を主張するでしょう。住民投票の実施にはイギリス政府の同意が必要で、ジョンソン首相は認めないとの立場です。これを根負けして認めたら、永遠と勝つまで独立住民投票を要求してくると思います。ほんとしつこいですよね。維新と半島とそっくりですよね。英国の方針は明確だと思います。スコットランドの結果がどうなろうと認めないということです。そしてスコットランドの方は、負けたとしてもしつこく今後も独立を要求してくるでしょう。潔いとかグッドルーザーとかそういう考えがこのスコットランド民族党維新半島にはないんでしょうね。褒めまくりはスコットランドに行ったことがあるんですね。
ですから、多少なりとも事情は分かっているつもりです。ですが、しつこいですよね、笑い。イングランドとスコットランドが合併したのが1707年です。日本で言えば、徳川第五代将軍徳川綱吉公の時代です。スコットランドのイングランドへの感情は分かっているつもりです。これに火をつけたのが、スコットランド出身のブレア元首相です。トニー・ブレア政権時代の1997年、議会設置の是非を問う住民投票で可決されたことが、ガソリンを火に注いだ形になりました。ブレア内閣は、スコットランド住民の独立志向を抑えるため、1999年にスコットランド議会を設置して、中央政権の権限を大幅にスコットランド自治政府に移譲した。292年ぶりに自治権を獲得したことで、スコットランドの独立志向は一時的に抑えられたかに見えました。しかし、結果はガソリンを火に注いだ形になってしまいました。その炎上は今も続いているわけです。維新と半島に似ていませんか？半島もまだ日本の半島自治政府みたいなつもりで、どんどん要求してきますからね、笑い。お前らは、もう独立したんだろって言いたいですよね、笑い。権力というのはこういうものです。一度、甘い顔をしたり、緩めたりすると、つけ上がるんです。果てしない要求が始まります。日本も、半島に甘い顔をした結果、どうなったかは、まあ、皆さん、よくご存知だと思うので、特に何も言いません、笑い。一度甘い顔をすると、また締め上げるのが大変なんです。スコットランド出身のブレア元首相が、わざとこの炎上を狙ってスコットランドに譲歩したのか、それとも本当に予想外にここまでスコットランドが要求してくると思ってなかったのかはわかりませんが、ブレア後の英国首相に就任するブラウン、キャメロン、メイ、そしてジョンソン首相を苦しめてきたのもまた事実です。ブレアが左派である労働党というのも怪しいですよね。ブレアが行ったことは対テロ戦争といろいろありますが、その一つに司法文献です。スコットランドがそれです。ここでピンとひらめく人がいると思います。日本の地方分権、維新です。自由移民党です。要するに、地方分権とは、左派の政策で国家を弱体化させる政策です。褒めまくりに言わせれば、地方分権とは極左政策です。当たり前ですよね。地方が強くなれば、中央が弱体化する。中央が強くなれば、地方が弱くなる。果てしなく、地方が権利を求めて要求をし続けてくるという政策です。当たり前です。日本人もこのスコットランド独立運動を通して、国家とは何なのか、地方分権とは何なのか、甘い顔をしたらどうなるのか、地方分権を狂ったように叫ぶ人たちは左派なのか右派なのか、愛国者なのか反逆者なのか、考える良いきっかけにしてほしいと思います。褒めまくりは結論を言う時もありますし、あえて結論を言わない時もあります。それは皆様に考えてほしいからです。維新は左派でしょうか、右派でしょうか、自由移民党は左派でしょうか、右派でしょうか。以前大阪の都構想についても動画を公開したことがありますので、見ていただけたらと思います。このスコットランド独立運動は世界中に影響を及ぼしています。日本にも間違いなく影響していると思います。スペインのカタルーニャ州、ベルギーのフランデレン地域、日本の大阪、日本の沖縄。また笑い話にもなりませんが、スコットランドにシェトランド諸島というのがあるんですが、ここは元はノルウェー領だったことから独自の文化を持っており、このスコットランド独立運動によってシェトランドもスコットランドから独立しようという運動も起こりました。いわゆるブーメランです。スコットランドとイングランドとの合併は
先ほども言った通り、1707年です。いわゆる中世の時代です。もしも、このスコットランドの独立が成立したら、世界中で大変なことになると思います。今の世界は、近世の初期を基準に、基礎に成り立っています。中世で起こった問題は不問であるということです。中世で起こったことは罪に問われないという暗黙の了解があると思っています。もし、この中世に起こったイングランドとスコットランドの合併が破談になるとしたら、どうなるのか皆さん想像できますか？想像してみてください。英国は世界において強い影響力を持った国です。その国で中世での事件、出来事が否定されるとなると、世界がひっくり返ります。アメリカの中世での出来事も、そうです。先住民、インディアン、今風で言えばネイティブアメリカンがどういう反応をするでしょうか？アメリカを返せ、白人は出ていけ、となっても不思議ではありません。日本の沖縄がどう反応するでしょうか？スペインはどうでしょうか？ベルギーは？世界中で時限爆弾が連続爆発するかもしれません。どこに歴史の基準を置くのかと判断するのは人間です。その人間が判断を変えれば、基準を近代から中世に変えることさえできると思います。このスコットランドの独立運動は、ただの一国だけの問題ではないということを考えていただけたらと思います。それでは今日はこの辺で。また次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お願いしますね。ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。